東根北インターチェンジは、山形県東根市松沢にある東北中央自動車道のインターチェンジである。当初の整備計画では、東インターチェンジを設置する予定はなかったが、山形県の要望により2012年4月に、米沢中央インターチェンジ、大石田村山インターチェンジ、村山北 IC とともに、高速自動車国道との連結許可がおり、設置されることになった。 AB、東北管内で新たに6カ所のインターチェンジが整備されます。国土交通省東北地方整備局、2013年5月29日閲覧。東北中央自動車道の工事に着手。国土交通省東北地方整備局山形河川、国道事務所。2016年12月30日閲覧。E13 東北中央自動車道が延伸します。 平成31年3月23日東根 IC 東根北 IC 開通国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所2019年2月21日閲覧東北地方整備局の道路事業の開通見通しを公表に本海沿岸東北自動車道が令和8年度までに全線開通国土交通省東北地方整備局 2020年11月21日へ閲覧。ありがとうございます。